伝ってほしいことがあるのか、遠慮せずに言ってくれよ。喧嘩にも作法ってもんがあるのよ。ドクターちゃん、ずっと執務室にこもってないでさ、今度私と採掘場を回ってこよう。あなたの命は狙わないってことだけ覚えておいて、ドクター。